亜鉛欠乏症は亜鉛欠乏によって生じる微量栄養素の欠乏症で亜鉛欠乏の臨床症状と血清亜鉛値によって確定診断が行われる。日本人は潜在的に亜鉛が不足気味であるとの報告がある。典型的な症状は味覚障害、貧血、皮膚炎、口内炎、脱毛症、難治性の褥瘡、食欲低下、発育障害、 生鮮機能不全、不妊症、液感染性のうち一つ以上の症状を示し、血清亜炎値が60マイクログラム、デシリットル未満で、亜炎欠乏症と診断される。亜炎欠乏症とは、亜炎欠乏による症状と検査所見から捉えたものであり、低暗炎結症とは、亜炎欠乏状態を血清亜炎値から捉えたものである。したがって、亜炎欠乏症と低暗炎結症には、 共通項がある。亜鉛が欠乏すると亜鉛酵素の活性が低下する。亜鉛は DNA ポリメラーゼやジンクフィンガープロテインなどにも不可欠な微量ミネラルであるため亜鉛欠乏で体内のタンパク合成全般が低下する。したがって亜鉛が欠乏するとタンパク合成の盛んな細胞、臓器で障害が生じやすい。下の上皮細胞は亜鉛が豊富である。特に 市場乳頭規定部や有核乳頭部の未来を含めた上皮部分には亜鉛は高濃度に存在し未来内特にアジコ周辺にはアルカリホスファターゼ酸性ホスファターゼサイクリック AMP フォスファリスタイズなどの亜鉛酵素が多く含まれる動物実験では亜鉛欠乏で乳頭の扁平化ア味細胞先端の微重毛の消失 アジ細胞の空放化などが観察されている。人においても同様の変化が生じている。赤が球の分化、増殖にジンクフィンガープロテインである型マイナス1が不可欠で、亜鉛欠乏により赤が球の分化、増殖が障害され、貧血を生じる。亜鉛欠乏性貧血の特徴は、赤血玉数が減少し、性急性、または小急性貧血で、 血清相鉄結合脳は低下している。鉄結合を合併している場合は、小球性になる。スポーツ競技者や、透析患者では、亜鉛結合性溶血により、高頻度に貧血になる。スポーツ競技者での亜鉛結合の原因は、汗や尿からの亜鉛排泄の増加と考えられている。亜鉛結合により、赤血球膜の抵抗性が減弱し、 強度の機械的刺激で溶血するとの記述が推定されている。小児では、亜鉛欠乏で、成長障害、すなわち、身長の伸びが悪くなり、低身長症になる。亜鉛欠乏での成長障害の病態として、成長ホルモン分泌、肝での成長ホルモン需要体減少、イグフマイナス1酸性低下、テストステロン酸性低下などが考えられている。皮膚、毛髪には、 体内亜鉛の約8%が存在し、さらに表皮の亜鉛含有量は新品に比べて著しく多く、表皮のタンパク合成に関わっている。従って亜鉛欠乏で皮膚の変化、表皮の変化が見られる。病理所見としては、表皮内水泡、表皮内角層の空胞編成などが見られ、進行すると感染様となる。病態としては、 ATP 由来炎症を抑制する作用のある表皮、ランゲルハンス細胞が亜ン欠乏で減少し、その結果、ATP 分泌型が生じ、皮膚炎を発症すると言われている。核化細胞にも亜ンが多く含まれており、亜ン欠乏で核化細胞の分化が障害され、皮膚炎を発症するとの報告もある。脱毛は、 毛包周辺の皮膚障害で発症し、機械的刺激を受ける部位に強く現れる。1、皮膚には人体に存在する亜鉛の約20%が、存在するとの記載もある亜鉛が欠乏すると、特に男性の精腺の発達障害や、機能不全が生じる。亜鉛欠乏で、テストステロンの合成、分泌が低下する。性器中の亜鉛濃度と男性の不妊症とには、負の相関が認められる。 また、亜鉛は前立腺に高濃度で存在するが、その機能は不明である。最近の報告では、亜鉛欠乏による精子形成障害の原因として、酸化ストレス及びアポトーシスの増加によるテストステロン酸性の減少が示唆されている。亜鉛が欠乏すると消化管粘膜が萎縮し、消化液の分泌減少や消化管運動が低下する。その結果、食欲が低下する。 また、亜鉛欠乏は、床下部でのニューロペプチド愛の放出を阻害することにより食欲低下を引き起こすとも言われている。食欲低下による接触量の減少が亜鉛欠乏状態を増悪させ、さらに悪循環に陥る。ZIP4 遺伝子異常による先天性調整子単皮膚炎の酸兆候は、皮膚炎、脱毛、下痢であるように、著名な亜鉛欠乏では、下痢を合併する。 原因として、腸粘膜の萎縮による消化吸収障害によると考えられている。さらに、亜鉛欠乏は、腸管での4輸送や膜透過性にも影響を及ぼし、下痢を誘発する。また、亜鉛欠乏により、腸粘膜の免疫機能が変化することも一因と考えられる。亜鉛欠乏では、骨代謝に関与する亜鉛酵素である、アルカリホスファターゼ、インスリン、 ライクグロースファクターマイナス1、トランスフォーミンググロースファクター β ーなどの成長因子の合成、分泌が低下している。骨粗しょう症は骨吸収の更新、または骨形成の低下で生じるが、亜鉛欠乏では骨形成の低下が認められる。亜鉛は DNA および RNA ポリメラーゼ、転写因子やリボソームなどの機能に不可欠であり、 拡散やタンパク合成に必須であり、さらに抗酸化作用を有することから、総症中において亜鉛欠乏状態では、炎症の繊維化や繊維目細胞の機能低下により総症中の遅延が見られる。亜鉛欠乏は、水池及び、酢に機能のインバランスを引き起こす。イエフ γ ン、ガンマ、マ2の酸性が減少する。マクルファージ、高中球の機能、 ナチュラルキラー細胞活性、補体活性を低下させると言われており、液感染性になる。特に小児において、下痢を引き起こす、感染症などに対する液感染性が生じる。亜鉛欠乏を低する長期入院高齢患者では、感染症に罹患しやすく、感染に対する抵抗性が減弱し重症化する。2003年の調査によると、日本における、 味覚障害患者数は年間24万人とされており、1990年調査の年間14万人に比べ著名に増加している。高齢者は、亜鉛血乏をきたしやすい糖尿病や長期薬剤を使用しているものが多い。味覚障害の21.7%は薬剤性、15%は特発性と報告されており、薬剤性が多い。 キレート作用のある薬剤は非常に多岐にわたっており、これらの薬剤を長期に服用すると、亜鉛欠乏をきたす恐れがある。薬剤性味覚障害は、味覚の減弱だけではなく、金属味や苦味を訴える場合もある。乳幼児に見られやすい皮膚炎は、特徴的で主単および開口部周囲に発症し、小水胞、脳胞、肝地で感染を伴うことがある。また、浴槽、 脳法性座相等の皮膚疾患の症状悪化に、亜鉛欠乏が関与している。岡田らは、浴槽患者の血清亜鉛濃度は67.0プラスマイナス16.1マイクログラム、デシリットルで、浴槽の、ない、寝たきり、患者の77.9プラスマイナス13.1マイクログラム、デシリットル、健康老人の86.6プラスマイナス13.9マイクログラム、 デシリットルに比べて優位に低値であることを報告した。直槽患者では、重症度が増すほど血清アエンは低下する。花田らは、皮膚疾患患者の血清アエン値を測定し、脳法性座層の九例中六例、尋常性感染の八例中四例が異常低値を示したと報告している。田崎らは、様々な皮膚疾患を呈する患者百五十一例で、血清アエン値を測定し、 水泡性類転暴走浴層、円形脱毛症症例が健常人対象群に比較して優位に減少していたと報告している。機械的刺激を受けやすい後頭部に始まり、次第に頭部全体に拡大する。眉毛なども脱落して全脱毛状態になる。円形脱毛症になることもある。円形脱毛症では血清亜炎が定値を示す例が多く、 円形脱毛症44例中15例において、血清アエンチが70マイクログラム、デシリットル以下であったと報告されている。身長の伸びの低下や、体重増加不良が見られる。内分泌疾患などの気質性疾患がない、低身長小児の30例中18例は、潜在的アエン欠乏状態で、そのうち11例は、血清アエンチが、基準範囲より低値で、アエン投与で、 身長の伸びの改善が見られる例が多い。カガラは、低身長を手祖に受診した患者132例について、血清亜ン値60マイクログラム、デシリットル未満は12例、60から80マイクログラム、デシリットルは84例、80マイクログラム、デシリットル以上は36例であり、潜在性亜ン欠乏を含めると75%が亜ン欠乏状態であった。 ヤギサワラは低身長を主祖に受診した例歳20歳までの211例について、血清や塩値が60マイクログラム、デシリットル未満は19例、60から79マイクログラム、デシリットルは99例、80マイクログラム、デシリットル以上が93例と、カガラの報告と同程度の割合を報告している。ハザマラは、 低身長時を比較したところ、血清亜炎値が低身長時56.76プラスマイナス7.90マイクログラムデシリットル、天井時136.70プラスマイナス8.10マイクログラムデシリットルであり、低身長時で優位に低値を示した。要因は不明であるが、変色や軽度の亜炎吸収障害が考えられる。思春期まで二重成長の発達不全。 成人男性では、生死現象やインポテンツ、女性では妊娠しにくいと言われている。亜鉛血乏症は、通常、血清亜鉛値の定値によって診断される。日本においては、臨床検査機関において、基準化現値は59マイクログラム、デシリットルが示されている。しかし、血清亜鉛値が60から79マイクログラム、デシリットルの範囲においても、亜鉛血乏症を定し、 アエン投与で症状の改善が見られる患者も比較的多いことから、基準範囲を80から130マイクログラムデシリットルとし、60から80マイクログラムデシリットル未満を潜在性アエン欠乏、60マイクログラムデシリットル未満をアエン欠乏とすることを推奨している。専門家もいる。日本微量元素学会もこの基準を支持している。ハリソン内科学では70マイクログラム。 デシリットルミマンを亜鉛結棒としている。血清亜鉛値を測定するときの注意点を下記にまとめる。亜鉛酵素であるアルカリホスファターゼは亜鉛結棒の指標として有用である。カンダラは亜鉛結棒症の発症前後の病態と血清、アルプおよび血清亜鉛との関係を検討し、皮疹の出現に先立ち血清、アルプの早期低下が見られることによりアルプの低下が 本省の早期診断に有用であると報告している。長谷川らは低亜ボニルによる亜炎欠乏症の乳児では血性アルプと亜ン値が低下していたと報告した。コザースキースらは亜炎欠乏症の患者では血性アルプが低値を示し亜ン補充療法により血性アルプ比が血性亜ンの投与前値と逆相関を示すことを報告している。このことから アエン療法中の血清アルプチやアルプチの変動を、強時的に測定することにより、潜在性のアエン結の検出に有用であると、している。ワイズマンらは、1重度のアエン結症患者では、血清アエンと、血清アルプが低下を停止したが、アエン脈投与後にいずれも、基準範囲まで改善した、二調整死単皮膚炎患者で、アエン傾向投与を中止したとき、血清アエンと、 血性アルプチが共に低下したが、亜ンの再投与により短期間で基準範囲に回復したことなどにより、アルプチの測定は亜ン欠乏症の診断及び治療効果判定に有効であると報告している。血性アルプチの基準値は年齢により異なる。小児期、特に思春期の成長期は、血性、アルプの基準値は成人に比べて著しく高い。 したがって、血清アルプチを評価するときは、該当年齢の基準値と比較する必要がある。亜鉛欠乏症は、亜鉛欠乏の臨床症状と、血清亜鉛値によって診断される。亜鉛欠乏症の症状があり、血清亜鉛値が亜鉛欠乏または潜在性亜鉛欠乏であれば、亜鉛を投与して、症状の改善を確認することが推奨される。血清亜鉛値が低下している場合、 亜鉛含有料の多い食品を積極的に摂取するように推奨する。亜鉛含有料の多い食品を下記に示す。しかし、亜鉛欠乏症の症状が見られ、血清亜鉛値が低い場合、食事からの亜鉛摂取では不十分で亜鉛補充療法が必要となる。低身長治療としては亜鉛として1.1から1 7ログラム、日が経口投与で行われている。 身長速度の改善が認められ、特に男児で改善が明らかであった。血清暗値をフォローしながら、約6ヶ月1年続けた報告が多い。思春期前小児の成長と、血清暗濃度に及ぼす、亜闇投与の影響に関するランダム化対象試験33試験のメタ解析では、亜闇投与は、身長の Z スコアを改善しなかったが、血清暗値の改善、 体重の Z スコアの改善が見られた。また、4から20週間の期間での4.1から8ミリグラム日の亜鉛投与は、身長値とわずかであるが優位に関連していたと述べている。調整子単皮膚炎、皮膚炎、口内炎、脱毛乳児に対しては、亜鉛として4.5から8 5ミリグラム日、成人では34から5 0ラム日が傾向投与されて、 いずれも皮膚炎は著名に改善している。クローン病における皮膚炎に対しては68から 120mg 日と比較的高容量が経口投与されている。調整子単皮膚炎の治療は亜鉛 3mgkg 比で開始し、血清亜鉛値及び亜鉛鉱措置を3から6ヶ月間隔で検査すべきであるとの報告もある。先天性の調整師単皮膚炎では、 生涯の治療が必要となる。再発性口内炎に対しては、朝野ら、ホリラの報告のように、血清アエン値が低値では、著名に改善している。オーベックらは、血清アエン値が低値ではない、再発性アフタ性口内炎、患者20例で、1から3ヶ月間ア炎を投与して、そのうち8例で改善を示したと報告しており、再発性アフタ性抗内炎では、 血清亜炎値が低値でなくても亜炎投与を考慮しても良いと思われる。投与量は成人で亜炎として50から1 2 5ラム、日が投与されている。脱毛に対しては円形脱毛症、全脱毛症、後半性脱毛症で亜炎投与の報告がある。血清亜炎値が低値、やや低値、基準範囲の症例においても、 改善率は55から66.7%であったと報告されている。血清アエンチが低値であっても前例改善するわけではないが、脱毛症にアエン投与は試みて良いと思われる。味覚障害味覚異常の要因は様々で原因不明の場合も多い。血清アエンチが潜在性アエン欠乏状態でもアエン投与の適用になる。成人投与量は 亜鉛として20から5 0ラム、日で3ヶ月6ヶ月間治療して、約50から64%に改善が見られている。貧血亜鉛血防性貧血に対しては、亜鉛として、成人で34から4 0ラム、日が2から12ヶ月間投与され、ヘモグロビン、赤血玉数及び毛状玉数の増加並びに、エリスロポエチン使用量の減少が見られている。 貧血の要因は様々で、複数の要因を持つ患者も多いと思われる。生鮮機能低下生鮮機能低下は、男性のインポテンツや精子減少症で、亜鉛投与が行われている。亜鉛として 50mg、日を6ヶ月間投与して、改善したと報告されている。不妊症男性2600例と正常対象者867、例の20試験のメタ解析では、 一、不妊症男性は正常対象者に比較して、正症中亜炎濃度が優位に低値であり、二、亜炎補充療法は、精液量、精子運動、及び、精子形態の正常率を優位に増加させたことから、亜炎補充療法は、不妊症男性の精液の質を向上させると、報告されている。骨粗小症症骨粗症症に対しては、マハデイビロッシュラは、 潜在性亜鉛血棒状態の患者に亜鉛として5 0 m g 日を投与し血性亜鉛値は改善したがカルシウム代謝に効果は見られなかったと報告している。しかしファンラは低亜鉛血症と低骨量が見られるサラセミア患者に亜鉛2 5 m g 日投与し骨量の増加が見られたと報告している。またセデニーラは外傷性骨患者で潜在性 アエン結状態の患者30例で、骨 X 線所見では血骨形成速度が優位に、早く骨折治癒の促進することを示唆する結果を報告している。液感染性、液感染性に対しては、低アエン血症を停止する重症心身障害者や、高齢者に、アエン30から 45mg、日を投与し、血性アエン値の優位な増加と感染症リり患率の 低下が見られたと報告されている。慢性肝疾患慢性肝疾患では肝硬変への進展とともに、血清アエ塩値の低下が認められる。肝硬変に伴う、高アンモニア血症、肝性脳症に対し野塩34から1 7 8 5ラム日を投与し、血清アエ塩値の優位な増加、血清アンモニア値の低下や精神神経機能検査の 改善が見られたと報告されている。感性脳症に対する効果に関しては、プラセボ対象二重盲検試験においてレディングラは有効とし、一方、リージオラは無効とし、相反する結果となっている。肝硬変に伴う、感性脳症に対する亜ン製剤の補充に関し、日本消化器病学会の、肝硬変診療ガイドライン2015では、アエン欠乏を伴う、 肝性脳症例に、鉛補充を考慮することに、大きな問題はないと考えると記載されている。米国消化器病学会の、肝性脳症診療ガイドライン2001では、肝硬変患者での亜鉛らくつロース対象試験が3法、記載されている。片山らは肝硬変に伴う、抗アンモニア血症を呈する患者を対象とした、プラセボ対象二重毛検試験において、 血清アンモニア値の優位な低下、血清アエン値の優位な増加が見られたと報告している。また、チバラは肝硬変患者で、利尿剤使用時には、アエンの尿中排泄が増加することから、アエン補充が有用であると報告している。さらに、C 型肝炎患者や肝硬変患者に対しアエン34から 136mg、日を投与し、感染以下予防や、 感発がん予防も報告されている。糖尿病糖尿病患者に対しは M20 から1 0 0ラム日を投与し、空腹時、食後血糖、インスリン分泌、酸化ストレス指標などの改善が見られている。ジョヤボードならは、1型糖尿病3試験、2型糖尿病22試験の計25試験について、メタ解析を行い、2型糖尿病において、 アエン補充療法は空腹時血糖、食後血糖、幅 1c の優位な低下をもたらすこと。アエン群とプラセボ群の比較では、アエン補充により、血中コレステロール、LDL コレステロールの優位な低下が認められたが、HDL コレステロール増加とトリグリセリド低下は、優位差がなかったと報告している。キャプダーラは、14法3978例の、メタ解析を行い、 アエン補充療法は、血清インスリン濃度に有意な効果を認めなかったが、空腹時血糖値は優位に減少し、幅 1c は減少傾向であったと報告している。また、慢性代謝疾患の分析では、アエン補充療法はより大きな血糖値の減少をもたらし、慢性代謝性疾患患者における高血糖の管理に、アエンは寄与するものと思われると報告している。一方、 国連システマティックレビューでは、インスリン抵抗性の成人2型糖尿病の予防における亜鉛補充療法の効果について評価したが、亜鉛補充による2型糖尿病の予防効果のエビデンスはないと結論している。慢性炎症性疾患クローン病患者、海洋性大腸炎患者に対し亜鉛23から 98.7mg 日を投与し、免疫に関与する血中。 細イムリ値の増加、NK 細胞活性の低下、腸管透過性の正常化が見られている。腎不全、透析腎不全、透析患者に対し亜鉛5 0ラム日を投与し、血清亜鉛値の増加、栄養不良の改善、血清ホモシステイン値の優位な減少が見られている。また、小児透析患者に亜鉛11から22 2 2ラム日を投与し、血清亜鉛値及び、 体格指数の増加、血清レプチン値の減少が見られている。亜鉛投与による有害事象として、大きい、嘔吐、腹板などの消化器障害、同血棒による貧血、神経障害、鉄血棒による貧血が報告されている。従って亜鉛投与中は、血清亜鉛値及び、血清動値や血清鉄値を強じ的に測定することが必要である。 アエン補充投与で消化器症状、血清水酵素上昇はよく見られる、有害事象、副作用である。しかしこれらの症状、初見はいずれも、軽度で、重篤なものは稀で、副薬中止に至ることは、ほとんどない。血清水酵素の上昇も、全く無症状で、いわゆる急性水炎ではなく、経過観察だけで良いとされている。ウィルソン病では、 同血乏による神経症状発現の報告がある。注意すべきことは亜鉛投与で同血乏をきたすことがある。亜鉛の長期大量傾向投与は、銅の長管での吸収を阻害するのが原因である。同血乏で白血球減少も生じる。亜鉛投与により同血乏をきたした報告例では、基礎疾患は多岐にわたっている。投与量は、 亜鉛として1から3歳で8から2 4ラム、日、成人では110から2 0 0ラム、日であり、投与期間は1ヶ月5年であった。同結合発現時の血清同値は10マイクログラム、デシリットル未満の症例が多く、血清亜鉛値は190から250マイクログラム、デシリットルの症例が多かった。これらのことから、血清同が20から30マイクログラム、デシリットル、 血清亜ン値が200マイクログラム、デシリットルを超える場合には、同欠乏に注意する必要がある。また、稀ではあるが、亜ン投与によって腸管における鉄の吸収阻害が、起こり鉄欠乏になることがある。血清鉄濃度の減少、血清フェリーチンチの低下、血清セルロプラスミン減少による、フェロキシデイス活性の減少などが報告されている。したがって、銅と同様に、 鉄欠乏に関しても注意する必要がある。ありがとうございます。